こんにちは。米食味鑑定士の渡辺英国の渡辺誠一郎です。今回は家庭での食中毒対策の温度管理についてご紹介しようと思います。暖かい時期がやってきました。梅雨から夏にかけてのこの時期は食中毒が発生しやすい時期なのです。食中毒菌は10度を超えると活発に分裂し始めます。冷凍庫の解凍も室温ではなく冷蔵庫か電子レンジで急速解凍しましょう。ほとんどの細菌は75度以上で1分間加熱すると死滅するので、食品にはしっかり火を通す習慣をつけましょう。お問い合わせ、ご質問はフリーダイヤルで0120-379100、0120-みなくい00と覚えていただくと便利です。それか福井味覚クラブで検索してください。